東松山カントリークラブは埼玉県東松山市にあるゴルフ場で引き給料に広がる武蔵ヶ丘両森林公園に隣接した給料コースである株式会社東松山カントリークラブが運営する東松山カントリークラブは1960年11月5日新たなゴルフ場の建設に向けて母体会社の 東松山開発工業株式会社を設立した。建設用地は、埼玉県東松山市の田の引き給料である。東松山カントリークラブの周辺では、嵐山カントリークラブ会場、設計、小寺鳥次、高根カントリークラブ会場、設計、富澤誠造り、富澤広塩や川越カントリークラブ会場、設計、中村虎吉、発 友脇大竹敏郎小川カントリークラブ会場、設計、株式会社小川カントリークラブなどが並行して進行していた。コース設計は、藤田金也に依頼した。建設用地を見た、藤田金也は、北関東一の名に恥じない、チャンピオンコースが完成すると語った。1961年10月18日、コース造成工事が着工。 翌1962年11月25日、旧ホールが完成し、仮開場された。翌1963年11月2日、18ホールが完成し、本開場された。1964年11月7日、手形不渡り事故を起こし、会員たちから出資金を集め、株式会社東松山カントリークラブ再建会を設立し、 再建者から再建を買収した。1965年、商法による整理を申請し、翌1966年7月30日、整理命令が出された。同年9月、株式会社東松山カントリークラブ再建会が、東松山開発工業株式会社の全株を取得した。1972年5月23日、 会社整理が集結、東松山カントリークラブがゴルフクラブとして経営再建された。1987年8月、9ホールが増設され、1989年2月、新たなクラブハウスが完成した。コースは、丘陵地の自然の地形をそのままに、池やバンカーを生かしたコース作りを得意とする、藤田金谷が設計、起伏や池を生かしたコースで、 広く、フラットで7つの池を生かし、微妙なアンジュレーションのあるコースである。郵便番号355-0008埼玉県、東松山市大谷111番地。ありがとうございます。